リフトスフェルトは、南アフリカ共和国の北ケープ州にある、ごつごつとした峡谷や、高い山々、目を見張る景観などに特徴づけられた山がちな、砂漠地帯である。砂漠に覆われた平原から火山岩の岩山、ナミビア国境付近のオレンジ川沿いの緑地帯など、情景は様々に変わる。南アフリカのナマクアランド北部に位置する、この乾燥地帯は過酷な景観を呈しており、 水が極めて希少なこの地域で生き延びられるのは、生物形態の中でも最もハードな存在だけである。気温は過酷そのもので、夏には摂氏50度を超えることもある。雨は滅多に降らない。リフトスフェルトは、南アフリカに赴むく、自然愛好家たちには、受けが良い。その景観はしばしば、火星的と表現される。一見したところ不毛で荒涼とした景観が広がるが、 つぶさに調べれば、そこには環境に適応した独特の砂漠の生命形態にあふれていることが明らかになるのである。この地域の北部は、地元で放牧生活を営んでいる生人たちとの18年に渡る交渉の末、1991年に面積1624.45平方キロメートルの国立公園が設定された。2007年6月に、 国立公園のすぐ南に接している規模と美しさで引けを取らない地域がリフタスフェルトの文化的、植物的景観としてユネスコの世界遺産に登録された。国立公園と違い世界遺産の革新地域を形成しているリフタスフェルト共同体管理地区はダイヤモンド採掘の対象になっていないため、二つの地域で比べたときにより現象の景観が残っている。 一体の気候は、真夏には53度になったことが記録されているくらいで、過酷なものである。他方で、夜には冷涼となり、重要な炉をもたらしてくれる。この独特な気候が、この地に、特有の生態系を育んでいるのである。水が極めて希少なリフタスフェルトでは、生命は、早朝のもやがもたらしてくれる潤いに依存している。地元の人々がアイハースやマルマキスと呼ぶ。 そのもやのおかげで、小型の爬虫類、鳥類、哺乳類たちは、生き延びることができている。この一体は、バードウォッチングに非常に適しているというだけでなく、リーボック、ダイカー、スタインボック、クリップスプリンガー、クーズー、ヤマシマウマ、ヒヒ、ベルベットモンキー、カラカル、ヒョウなどの様々な動物を見ることができる。アロエリコトは650種に及ぶ。 印象的な植物群が生育し、アロエリコトマや他の背の高いアロエなど多肉植物の多様性は世界最大級である。カルーは世界的に見ても最も興味深いメガ生態系の恒例を代表する。この地域はやや普通でない植物群が多く存在しており、その多くは地球上でここ以外に見られない。それらの中でも目立つのは パキポディウムナマキナムエルであり、その先端部が厚ぼったく、縮れた葉が生えていることから、さながら人頭のように見える。地元の生人たちはこれらの木々を半人半植物の伝説的な先祖に見立て、先祖たちがナミビアのこちのために悲しんでいることの現れとして、崇拝している。この地域には、生人をはじめとする人々が暮らしている。この地域全体を所有する地元の共同体は、 南アフリカにおける国立公園の当局と協力し、リフタスフェルトの国立公園を管理し、かつ世界遺産登録地域の全責任を負っている。国立公園でも世界遺産登録地域でも地元民は古くからの生活様式を守り、伝統的な放牧生活を営んでいる。生人はかつて南西アフリカ全域を支配していたコイコイ人の流れを組むクランであり、 リフタスフェルトは、コイコイ人の伝統的な生活様式が、他のどこよりも広範囲に残存する最後の地域となっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。登録名に、植物的とはあるが、複合遺産ではなく、独特の自然景観が、遊牧文化と結びついた文化的景観として、評価された物件である。 世界遺産登録地域と国立公園内を歩いて見て回るのは困難であり、自動車を調達する必要がある。宿泊施設は国立公園内では世界遺産との境目にも近いエクステイアンファンテインやレカーシングなどの村にあるし、世界遺産登録範囲内ではロイバーグにもある。ありがとうございます。